<Hello. S 2> 今回はなぜ日本人は英語を話せないかについて少しお話ししたいと思います。今回は第1弾です。えー、日本では、えー、学習指導要領というのが文科省からあ出ていましてそれによって、えー、学校の授業のカリクラムを作ります。えー テキストもそれに準じて作られます1年生であーいくつの単語文法2年生3年生、うん、というふうに、えー、決められているんですねこれがあるので先生は自由に教えることができませんまあ、大学に行くとこれがなくなるので自由に教えることができる,できるようになります、えー、まず、えー、一つ皆さん考えてみてください 日本では高校受験でも大学受験でも英語っていうのがあります。さて、アメリカでは、まあ、高校受験はないんですが、大学受験の時に他の言語があるでしょうかスペイン語とかフランス語とかドイツ語、それを受,受験しなきゃの科目にあるでしょうかないんです。日本だけがこうして、えー、生徒たちを苦しめるんですね。 で英語というのは必修科目ではありません選択科目なので無理にやらなくてもいいってことになっているんですけれどもいやもう必修科目のようになっているわけですね。あと文法ですね、えー。日本語と韓国は えー、よく文法が似てるっていうふうにハングルですね。言われますけれども、私は何々しました、しませんでしたって最後までいかないとしたかし,しないのかわからないですね。英語は I didn't do that しませんでした。愛の次にすぐしたかしないかが結果がわかるような順番になっています。で、 この順番文法ですね。あとはあの変化。例えば、うん、今回やるのは「Which do you like better, an apple or an orange?」これよく試験に出すんですが、というより出る問題なんですが引っ掛け問題ですよね。うん正解っていうのは「Which do you like better, apples?」 Or oranges という,ふうに複数形なんですねこの漢詞と言いますが「あ」とか「あん」とか「The、あ」あと複数形「ES」をつけるとか「F」を V」に変えて「ES」をつけるとかこのめんどくさいの日本ででははみかんはみかかんんんなんですよねあなたはみかんが好きですかで終わるんですが「Do you like an orange?」とか「Do you like orangees?」 っていう,ふうに変化させないといけないこの変化というのがあ分かりにくいこういうので、えー、試験で採点されるので皆さんアレルギーを起こすわけですよね嫌いになるわけですで一つあのまあ、うん、良いことっていうか教えしますと分からなくなったら「あ」とか「あん」とか「ざとか複数形にしなくていいんです。 Do you like orange? Do you like banana? Do you like apple? これで通じるんです。英会話は通じます。しかしながらテストの英語ではこれらは抜点で点数がもらえなくなるんですね。だから皆さん困ったらそんなのは無視して複数形も監視あんだというのも無視しても通じます。 何が言いたいかを伝えればいいわけですからこんなことに神経を使ってる時間はそうなんです会話は時間をあの待ってくれないので、えー、それら省いても通じるんですねだからあまり会話では神経質にならないで単語をバーッと続けていけばいいんですでこれらには訓練が必要なので間違って,て当たり前だって日本人だもんでいいんです えー、まあ、アメリカ人やイギリス人の方に、あからわ、からかわれてもあいいんです。からかうっていうのは、make fun of っていう言い方があります。えー、からかわないでっていう,いう場合は、don't make fun of me っていうふうに、これはまあ、会話スタイルですが、って言います。Please repeat after me.Don't make fun of me.Don't make fun of me. Don't make fun of m e f u n の N と O of の O がつ,つながってリンキングって言うんですが、f u n のぶ、のぶみ。Don't make fun of me って言います。これでからかうな。からかわないで。というふうになります、えー。皆さん、間違いは当たり前なんです。ナチュラルなんです。私たちは日本語をうまく話せるんです。 え向こうの外国人の方々は私たちのように日本語がう,がうまく話せないのです。イントネーションがおかしくなるんです。だからもっと自信を持ってください。え英語は間違って当たり前。e a c h do you like better?Apple or Orange で通じます。正式に、えー、知りたい方は Feach、uh, do you like better?Orange is? あ、すいません。 フィ i c h do you like better? a p p l e です。えー、また第二弾で、えー、動詞とか、あと文法ですね。主語、述語、目的語とかの順番。まあ、ああの、英語はパズルのよう、パズルというか組み合わせなんですね。で、一定の法則を覚えれば、 あのかなり、えー、言えますけれどもそれを無視しても通じるということを皆さんあの気づいてくださいであの今いろいろな海外の人がいますインドの方もフィリピンの方も他の国々の方々も英語を話しますでも発音がおかしかったり文法がおかしかったりもしますでも皆さん堂々と話しています、えー、私たちに必要なのは 恥を知らずに話すということでしょうか。恥を知れっていうのは英語で、shame of you. シェイム,ェム、ごめんなさい。shame on you って言います。of じゃありません。shame on you. shame は恥ずかしい、恥の shame ですね。on っていう、うまあ、shame on you で、これで恥を知れ。はあ、恥ずかしいという意味です。こんなのはどうでもいいんですけれども、えー、まあ、 頭の隅っこに、えー、と置いいいてておください、えー、今回は「なぜ日本人は英語を話せないか」の第1弾、えー、複数形とか漢詞「あ」「あん」えー「まあ簡単に言いますと普通は「あ」がいっぱいつくんですけど「あいうえを」「あいうえを」「下が回りません」アイウエオ「あ、えー、いうえを」英語で言う「あえいを」で始まる単語には「 a, n がつくっていうふうな決まりことがあります。これら無視してもうつけなくても通じます。the というのはそのものずばり、それしかない場合に the そのものっていうことで the というのがつきます。えー、これも省いても会話では通じますので、えー、そんなあの細かいことはあまり気にしないで話,し話すようにしましょう。今回は、えー、ちょっと難しい 買ったでしょうか、えー、また優しく説明したいと思います。では今日はこの辺で。See you, bye!